どうも、花でございます。今日はですね、我々家族が大好きなモスバーガーの人気商品をたくさん買ってきました。やった！嬉しい。はい、モスバーガーがめちゃくちゃ大好きなんです、花分けは。なぜかと言いますと、実はこちら、ママ、モスバーガーでアルバイトをしてました。そう、高校の時ね。高校の時にアルバイトしてまして、それもあって結構ママが詳しいので、結構モスバーガー、花分け大好きです、うん、で、いろんな商品がありまして、うん今日いろいろご紹介していこうかなという、うん、我々3人でね、はい、食べれるだけ食べていこうかなって感じでございますけども、うん、じゃあ行きましょう。じゃあまず、うん、もうどんどん行きます、はい、まずはママ、どれが一番好きなのは、うん、ここに書いてある名前がね、シールに名前書いてますからね。これが一番好き、スパイシーモスバーガー。スパイシー、本当はモスチーズバーガーが好きなんだけど、うんうん、全然これでも大好き。スパイシー、これ美味しいんだ。大好き。これは高校の時もあったの？あったよ。うん、うん、これすごい食べてた。勝手に？勝手には食べない。何やってんの。ちゃんとお金払って食べてたよ。うん、うん、ちょっとください。え、言っちゃうの？いや、本当にモスバーガー、ね、口が汚れるよね、うん、モスバーガーは何が美味しいんですか？やっぱり何か他のバーガーと違うのがあります？いや、まあ、私はマックも好きだし、うん、どこもいろんなとこ好きだけど、うん、手こずってる。手こずってる、違う違う、手こずってるじゃない。手こずる、手作りってこと？そうそう、すごい手作りで、あ、手間がかかる。手間がかかるのよ。食べる、食べるのに手こずるってこと？食べるの違う違う、作るのに手間をかけて、手間かかんのよ。ちゃんと作ってるっていう、手間かけるというのと、そうそうそう、手こずるのを間違えたことに聞いてんだろう、お前は、うん、その2つを間違えたっていうお母さんに聞いてんだろう、ね、いちいちイライラしちゃダメよ。いただきます。寝起きだからな。あ、今ね、昼寝してたから。ごめんね、寝起きだからしょうがない、うん、いただきます。うまい。美味しい。うん、こっちに来て、うん、初めて食べた。そうです、モスバーガー。もう佐賀の時モスバーガーめちゃくちゃ頼んだって、うんうん、いやいや、めちゃくちゃ買ってきたんだけど、こっち来て初めて、うんうん、すぐ近くにあるのね。そう、そこにあるんです。で、しかもそこの近所のどこと言いませんけど、近所のモスバーガーの店員さんが、うんうん、花チャンネルめちゃくちゃ見てくれてるって。ありがとうございます。ほんとおいしい。めちゃくちゃ買いますんで、これから、うん、はい。はい、さあ、そして私好きなのはフィッシュバーガー。これ美味しいです。これチーズで、このクリームソースみたいなね。すごい。これマヨネーズ。あ、これマヨネーズ。クリームチーズじゃない。チーズも入ってますから、ここは、うん、でモスバーガーのチーズもね、美味しいよね。これうまい。大好き、大好き、大好き、うん、いただきます。大好き。うん、モスバーガーうまっ。やっぱチーズがチーズと、あと玉ねぎ、うん、玉ねぎがいいよね。うん、食べた、うん、こっちがいい。あ、うん、あ、うまっ。うまっ。フィッシュがね、うん、すごい美味しい。うん、あ、うまっ。うん、ゆうちゃん、なんすか？俺はチキンだ。チキンか、チキン、はい、いいよ。うん、いきます。はい。どう？フィッシュバーガー美味しい。うん、うん、うまい。うまい。チキンバーガー美味しいでしょ。うまい。もう高校の時好きだったもん、チキンバーガー。意外となんかね、知らない人いるのよ、チキンバーガーって。みんな頼んでくれないの。うん、うん、美味しいよ。このポテトと、うん、オニオンリングとチキンナゲット、これなんていうセットですか？バラエティパック。はい、このバラエティパックです、これ、うん、このバラエティパック、このね、ポテトとナゲット、オニオンリング、めっちゃ美味しいよね。肉しいよね。わかる、まあ、めっちゃ美味しいよね。いただきましょう、うん、これやっぱマスタードが好きなんで、ね、さっぱりしてるの、マスタードが、うん、すごい美味しいよ。うん、ゆうちゃんも食べるんですか？マスタード美味しいよね。うまいよね。肉しいよね。肉しい、うん、うまっ。美味しいね。うん、うん、ポテトも大きいんだよね。あ、美味しい、ポテト。うん、うん、バラエティセット、初めてこれ、私見た。昔高校の時なかった、こんなの。あ、これなかった。うん、これはちょっと時々つまみながら、うん、いきましょう。うん、さあ、そしてバーガーもっと紹介していこう。うん、これも人気ですね。照り焼きバーガー。照り焼きバーガー人気だね。照り焼きすごい人気。すごく人気ねえ、うん、これがさ、見てください、この
お野菜がさ、あのキャベツが、レタスか、レタスがしっかりと乗ってるわけですよ。レタスがこんなに入ってます。照り焼き。照り焼きバーガーね。ね、うん、これ美味しいんだよね。このタレが美味しいんだよな。いただきます。タレが美味しい。エビカツ。めっちゃうま。これだけ。シャキシャキ。めっちゃうま。バンズがうまいね。バンズ美味しいよね。うん。うん、やはり、このモスバーガーっていう定番です。そのモスバーガーのモスバーガー、モスバーガーの、だからのスパイスが入ってない、そう、ちょっとスパイスが入ってなくて、だけどこういう、うん、ほら、ちょっとこのチリソースみたいなね、んチリソース入ってない、ミートソースみたいな、あ、これミートソースみたいな、ミートソースの、これがモスバーガーなんですよ、うん、これが本当に大人気ですよね、結局ね、うん、ね、結局ね、やっぱこれがね、うん、はい、いただきます、いい？いっちゃって、どうぞどうぞ、うまいよね、シャキシャキの玉ねぎがさ、うん、美味しいね、本当に美味しい、ちょっと照り焼きチキンバーガー大好き、照り焼きチキンも美味しい、チキンが入ってるんだよね、うん、これ高校の時ね、すごいね、うん、大好きだったの、これね、ちゃんとね、こうやって焼くんだよ、網みたいなところに、うん、うん、もう定番だよね、うん、うまっ、うん、うまっ、完璧、マジうまっ、めっちゃうまい、ママもモスバーガー作ってた、作ってたよ、うん、ママも作ってましたね、ドライブスルーもやってたよ、いらっしゃいませ、でもね、いろんなお客さんがいるんだよね、うん、歩いてくる人もいるんだ、あ、ドライブスルーね、おーいってあ、はい、えっと思って、うん、えっって言ったら、すっごいドアップなのえっと思って、うんうん、俺が見えるかーっていうのはい、見えてますってどこが見えるかあ、あの帽子が見えてますそうかとか言って、うん、で、注文すんの、で、歩いてなんでわかんない、中に入ってくればいいじゃない ねでもドライブスルーのところになんか立って、それは何、うん、中に入ってきてくださいって言わない、言わないよ、失礼じゃん、どっちが失礼なのえ、そうなの、言った方が良かったの、いや、そうでしょ、だってそこじゃ買えません、車の数ダメですよって、普通車の人だけでしょ、そんなの、いや、うん、でも大丈夫で、なんか結構いるよ、いるの、いる、うん、あと、なんかクーポン券とか持ってきてるのがマックだったりとかしてややこしいの、M だからさ、ちょっとお年寄りの方とか、そしたらなんていうの、違います、それは違いますって言うよ、そしたらえっって言ってた、かわいそうにいいじゃん、別にダメだよ、使えないもん、かわいそうだお前、いや、かわいそうだけど仕方ないじゃん、ずっと歩いてきたんでしょ、仕事、あ、その人じゃないよ、あ、その人じゃない違う、あ、その人じゃない、あと誰がいたっけ、モスバーガーで、やっぱね、おじいちゃんとか意外と来るんだよ、まあそうだと思うよ、本当に来るの、おじいちゃん、モスバーガーやっぱ美味しいからね、うん、ちゃんと手作りだしね、じゃがいもっていうの、うん、じゃがいも一つって、うん、あ、はい、じゃがいもですねって言ってた、でサイズは SML ございますけどって言ったら、もうやっぱ分かってないのよ、 SML じゃがいもってない、そのポテトってことか、うん、だからあの小さいのと中くらいのとでっかいのって言ってた、うん、そしたら、うん、ただあの中くらい、そうだね、そういう言い方だったらな、分かりやすいでしょ、でっかいの頼みづらいもんね、でっかいのなんて頼みづらいだろそっか、言い方ちょっと悪かったね、大きいのでいいでしょ、あ、大きい、あ、そうだ、大きいのって言うからでっかいのって言われたら頼みづらいよ、それ確かに、ほんとそうだ、うん、ねえ、うん、でもそんなにメニュー変わってないんだ、今も、あ、メニューは、うん、昔からやつは大体ずっとある、だからね、ライスバーガーを最初に開発したというか、ライスバーガーがほんとに美味しいんだよね、そう、そうだよ、そうだよ、ライスバーガーを発明したのはモスバーガーです、うん、でこれは一番人気で焼肉ですね、で、いろんなものがある、ママもいろいろ好きだよね、ライスバーガーね、ママ一番好きなのなんだっけ、あれかき揚げのね、あ、かき揚げの、かき揚げのちょっと今日買ってくるの忘れちゃったんだけど、あ、いいよいいよ、大丈夫よ、これがライスバーガーの焼肉、うん、これめっちゃうまいな、うん、これもフライパンで焼いてた、ママ食べな、めっちゃすごい、あ、うん、うん、味変わってない、昔からと同じ、おいしい、ほんと焼肉食べてるって感じ、うん、いいよね、ほんとおいしい、これうまやっぱおいしいね、うん、他もこれ焼いてんだもんね、うん、あとクラムチャウダーが私大好きだったの、うん、これコンスープか、で、ミネストローネもすごくおいしいの、うん、うん、
飲んでいい？そっちがクラムチャウダー、うん、美味しいんだ、クラムチャウダー、うん、うまっ、うん、調理がクラムチャウダー大好きなんだよね。ミネストローネもめちゃくちゃ美味しい、うん、うまっ。花はコーンスープ飲んでみる、うん、初めて飲んだ。うまいね、これコーンスープ、めちゃくちゃうまい、うん、クラムチャウダーめっちゃ美味しい、めちゃくちゃうまい、うん、ね、クラムチャウダー美味しいね、美味しい、うん、やっぱ子供はやっぱコーンスープの方が好きなのかな。やっぱめっちゃうまいよ、ね、美味しい、クラムチャウダーもほんとめっちゃ美味しいから。そしてそして、うんうん、やっぱり、うん、モスの、うん、ハーリーがね、カメラ回してくれる、ハーリーが一番好きなのはこれでしょ。何それ、なんだっけ、あ、ロースカツバーガーね、ロースカツね、私も高校の時好きだった。じゃあちょっとハーリーいいよ、食べてよ。なんかいや食べたいんでしょ。いい、食べない、ハーリーこっち回してるから。これ一番、これほら見て、こういう感じでしょ、これだよね、うん、このもうタレに漬け込んである感じ、味が濃いね、うん、男子好きだね、これがこの体を作った、あと言っても過言ではないね。いい体でね、影浦みたいな体してる、影浦みたいな体してるから本当。はい、ラスどうぞ。いい顔ですね、うまい、うまい、うまい、やっぱそれ美味しいですか。めちゃくちゃうまい、うん、好きなんだ、これが一番好きなんだ、うまい、はい、カスがやっぱ揚げたてなんで、揚げたてなんですよね、だからさ揚げるのよ、注文聞いてすぐピチャーって揚げるの、うん、だからすごい人ちゃんと本当に手が込んでるんだよね、うん、だからモスバーガーってマイクじゃん、うん、マイク、うん、マイクあのマイクないの、だからみんなにあの裏方にちゃんと声が聞こえる、お客様の声が、ロースカツバーガー一つって厨房にマイクだから全部聞こえるから、すぐその時にチャーってあげるの、でそれをやめてっていう人いるの、え、今入れたのにやめて、あー、だからあ、やっぱいいや、やめとく、あ、じゃなくてキャンセルみたいな、そう、じゃそれ食べれるんでしょ、 あの、ま、そうそう、じゃ食べれるんでしょ、バイトがシャーみたいな、だからすごいさ、やっぱ愛があるんだよね、モスバーガーはね、もうね、野菜とかもすっごく綺麗に洗うの、うん、もう冷たい水でジャーって、なんか昔見たことあるけど、うん、モスバーガーのあの創始者の方は、うん、その本当に愛がある美味しいハンバーガーを食べたくって、うん、あの自分で作ったって、だからすごい理念がそこにあるんだよね、うん、手作りのね、玉ねぎのみじん切りとか大変だよ。そしてモスバーガーはね、ホットドッグ系も美味しいんだよね、そう、スパイシー、ゆいちゃん好きでしょ、やつ、あ、これスパイシー、チリドッグか、うわ、これ分厚いんだよ、太いの、このソーセージが、ソーセージでっかいね、これなん、あ、ビーンズか、変なものじゃないよね、変なの入ってねえだろ、ビーンズが入ってんだ、はい、昔とちょっと変わったかもしれない、黒がいいね、うん、美味しい、うまっ、ソーセージがすごく美味しいのよ、うまっ、めちゃくちゃうまいよ、これうまい、私いつもね、スパイシーの方、あの上にハラペーニョが乗ってるやつだ、うまっ、不勝利だ、うんうん、いいね、うん、おい、今どこ、うまっ、あー、分かった、じゃあ着いたら、僕行くから電話して、うん、はい、オッケー、うん、うまっ、うん、うまい、おいしい、うん、うまいね、おいしい、チリドッグ、ちょっとピリッてしてね、うん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 、あとね、エビカツがうまいんだよ、エビカツ、エビ、ね、めっちゃおいしいよ、エビカツ、うん、私の時にはなかった、うん、なかった、なかった、はい、じゃあママ、大好きなエビカツどうぞ、あ、いいよ、食べる、ほら、見てみて、こういうさ、うん、エビカツ、うん、爽やかなんだよね、ソースが、ソースが美味しいんだよね、これね、ソースが爽やか、爽やかで、うん、さっぱりしてる、私の頃にはなかったな、エビカツ、うん、うまい、もう、プリプリなんだよ、エビが、うん、喉、うん、うまい、うまい、うまい、エビがすごい入ってる、うん、ブロッコリー入ってるから、うん、ね、ね、ソースがすごい爽やかじゃない？わかるわかる、ね、うん、うまいね、なんでモスバーガーでさ、うん、バイトしようと思ったの？痩せるかなと思って、どういうこと？痩せる？うん、動くじゃん、
バイトするとすごい私あのダイエット効果があると思ったの、はいはい、そしたらさ、うん、モスバーガー勤めてね5キロ太っちゃったの。なんで食べ過ぎてモスバーガー絶対そうなりますよ、うんうん、あるあるだよ、うん、ダイエットのつもりでし始めたのにやっぱり食べちゃうんでしょ。食べれるんだよね、ちょっとね、たまにね。うん、ちゃんと買って。あ、買ってね。うん。見てたら食べたくなってきちゃうんだ。そう。やっぱバイト終わった時、すっごいお腹空くのよ。うん。それで買って、食べてた。太っちゃった。バイト禁止されてて。うん。禁止。だから、もう、もう先生もね、こんなこと起こんだよね、今聞いてもね。バイト禁止されてて。バイト禁止だったからね。ライブするで、うん。生徒指導の人が入ってきて。あって思って逃げたんでしょ、うん、逃げた画面に渋滞が起きたのそれで画面に先生が映ってんの先生じゃんとやばと思ってもうヘッドホンバーンって外してなんで逃げるの誰かに変わればいいなんで逃げるのでそこに、うん、あの学園に、うん、学園生だからその高校の学園生が私だけじゃなくって、うんうん、あと3人いたのよ。はい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 、逃げろって言ってみんな隠れるから人がいなくなっちゃって園長かわいそうだこれ、そうなの。どうしたのこれ。で一人工業の子がいたの、うん、あの佐賀工業の子、うん、男の子が、うん、その子がすげえ一人で回してた、うん、かわいそうにね。そうなんですよ、ね、そんなことは予想できないからねお店があるって。そうだね、びっくりした。どこに逃げるんですか。裏、見えない怒られないよ、店長。店長、早く来いと言われない。店長いなかったんじゃない。えぇ、ーうん、かわいそうに、その男の子。いや、男の子工業のそう、一人ですぐ回してた。かわいそうに、意味がわかんない、そうか。だって、停学になっちゃうもん、見つかったら。あ、停学になったら大変だもん。うん、楽しかったな。ママがそのモスの、うん、なんかこうオリジナルみたいなバイトの中でオリジナル？こういうなんかモスバーガーに何かをさらにトッピングするのが美味しい、そういうの。モスバーガーに勤めてる時そのバーガー系は変に工夫したことはないけど、ポテトにマヨネーズ、うん、モスのマヨネーズめっちゃ美味しいのよ、はいはいはい、それに刻んだその玉ねぎをバーって入れて混ぜて、うん、それで食べるのがすっごい美味しかったの。なるほど、なるほど、うん、絶対うまい、うまいでしょ。モスのあの残ったソースをポテトにつけて食べるのが美味しい。そうそうそう、あのあれね、ミートソース、うん、ミートソースのやつね。あ、それでこれがですね、29日限定のバーガーってなりまして、毎月肉肉、だからこれバンズが肉になってるんですよ、これ。いや、私そんなの、ね、これこれこれはね、29日しかで、今日実は29日で、それを狙って今日この日にモスバーガーの撮影をさせてもらおうかなと思ったんですけどね、ちょうど肉の日っていうことでこの日を狙いました。バンズが肉になってます。すごいですよ。こういうさ、ちょっと面白商品もさ、出してくれるからいいよね、モスバーガーってね。ビットに飛んでんだよね。わお。わお、うん。いただきます。うん。めっちゃ肉だな、これ。うわ、え、全部肉。これ、照り焼き、あのチキンも。チキンが入ってる。チキンも入ってる。わ、うん、ここにも肉じゃん。焼肉も入ってる。やば。チキンも、バンズも。すごい。うわー。どんな感じ？食べてみて。肉だね。肉だもんね。肉だもんね。美味しいよね。すごい。いや、これ29日皆さん狙っていっていただければこれ食べれます。うまいよ。うんうんうん、すっごい肉。肉だよね。すごい肉だよね。なんか米でいけるかも。米、そうそう、これおかずに米食える、うん、ご飯いけるかもしれない、うん、本当に、うん、すごいよね。なかなか焼肉とかでもないよね、これね。ビーフとチキンと、うん、全部一緒だから、ミンチと、すごいですよこれ。肉の日限定です。うまい、はい、こんなのもあったりとか、うん、うん、もう絶対だったな、うん、はい、さあということでございまして、今日はですね、モスバーガーのいろんな商品をご紹介しましたけどね、
めちゃくちゃ美味しいね、やっぱね。うん、はい、大好きですね。で、ママがやっぱバイトしてたこともありますんで。関係ないです。いろんな昔話も聞けたんでね。衝撃的な話も聞けましたんでね。全然衝撃的じゃないよ。はい、ということで、りゅうちゃん美味しかったですか、うん、ね、うん、はい、これからもモスバーガー、ね、たくさん頼んで食べていきたいと思いますけどね、うん、皆さんも食べてみてはいかがでしょうかということで、はい、まだ食べてますが、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。